ゆでたまんごと申します。主にですね、僕はシンノスケルトンと申しまして、彼ルルル君って言うんですけど、ルルル君の実体験を元にした曲を2曲ほどお送りしたいと思います。まずは1曲目聴いてください。グッドナイト。君と別れて最初の君の誕生日、愛の夢から覚めないままで僕は一つだけ聞いたね。力なく落ちてく枯れ葉のように、新たな恋に吹き飛ばされて思いが散ったノベンバー。本当はいないと答えてくれると期待してた新しい彼氏はできたのの、クエスチョン。もう一回だけ、あと一回だけ、足の指舐めてもいいかな。こんな言葉と願いを恨み殺しながら今日は二人で最初に見たスクランブル。どんな風に歌いまで僕は一つだけいたね。なんとなく目的地を見て未来まで少し見えた気がして思わず願いハイハイ。どこもかしこもあの日々の影が長く黒く押している隙間を伝えて、私ものアンサー。もう一回だけ、あと一回だけ、背投げすってもいいかな。どんな願いも今はもう叶わないから、今日はあと一回だけ、おへそしばしばしていいかな。いつかもう一度誰かを愛せる日が来るかわからないけど、もう一回だけ、あと一回だけ、足の指舐めてもいいかな。そんな言葉と願いを微笑み殺しながら今日はおやすみ。僕たちですね、結成でいうと1ヶ月ぐらいなんですけど、知り合ったのがそもそもまだ半年も経ってないぐらいで、SNS で出会ったんですけど、なんか僕インターネットでいわゆるネカマっていう女のふりして SNS やったら、なんか会いたいみたいな感じで会ったら実は男だったっていうところから、ユニット結成してるんですけど、今の曲はね、彼の昔の彼女との忘れられない思い出を歌にしたという、実体験に基づいた、グッドナイトという曲でした。次の曲はですね、シスターという曲なんですけど、またこれも彼のルルル君の実体験に基づいていて、いる曲なので、ぜひ歌詞に注目して聴いていただければと思います。
ちょっとピックが割れていたんでちょっと持ち帰ったんですけど。それでは聴いてください、シスター。ゆで卵でした。ありがとうございました。ありがとうございます。